取り次ぎ店舗の例、京都市東山区二条通り株式会社主労用席は、日本のクリーニング業界最大手の、老舗クリーニング会社である。本社は、東京都大田区下マリコ二丁目十一の八ロヨ用、積層業者、井原氏賢治の半生は、三浦綾子の、夕あり朝ありに記されている。彼は最初、北海道の開拓団に加わるが、うまくいかず、自殺を考えながら、 オタルの町をさまよっていた際、夜の明かりに惹かれて、キリスト教会に導かれ、自殺を思いとどまった。19歳の時に、イガラシは洗礼を受け、クリスチャンとなる。その際、信仰の先輩の会社を参考にしたとされる。イガラシが、白いお席を創業する前は職を転々とし、その中で、洗濯屋とも出会う。後に、広瀬商会を設立する、広瀬大二郎の紹介で、 百貨店の三越に在籍。10年間働き29歳の誕生日に独立。当時の三越の専務、日々大助の許可をもらう。役員や三井グループなどの取引先を紹介してもらう。また三越から松坂屋に役員が移った関係で最初の支店を名古屋に出すことになる。そのため松坂屋の本店に白いお席の取り次ぎ店が今でも存在する。 また松坂屋と白洋関はユニフォームレンタルの企業である坂エリネンスサプライに出資している。また白洋関の社外取締役に松坂屋の社長、株式会社、広瀬商会の社長が名を連ねている。なお社名に関の字を使用している理由は創業当初会社組織ではなかったために小屋を意味する関の字を当てたため、新自体の社を使用していないのは 突き出さず謙虚に世の中の方々に奉仕する心を常に持つことを表す意味がある。北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、賀県京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、福岡県。上記以外の県にある同名の同業者は、本校における 白用石とは何の関係もない。また、静岡白用石は浜松市にも出展しているが、同市には浜松白用車という無関係な同業者がある。ありがとうございます。